モハンマド・アリー・ラジャー・イーは、イランの政治家。大統領、首相を歴任。また首相在任時に、外務大臣を兼任した。ラジャー・イーは1933年、ガズビーンに生まれた。1959年、タルビアとモアレム大学から教育学の学位を得て、卒業した。イランイスラーム革命の強力な支持者であり、イラン初大学における、 欧米の影響力排除の運動指導者であった。この活動は後にイスラーム文化革命と称されることになる。さらに、イランにおける70歳定年制導入の運動を始めた。1981年8月30日、ラジャーイ大統領は、モハンマド・ジャバード・バーホナル首相ともに、イラン防衛最高評議会に出席。目撃者が後に語ったところによると、 信頼する、補佐官がブリーフケースを会議室に持ち込み、大統領と首相の間に置いて立ち去った。別の人物がそれを開くと、それが引き金となり爆発。部屋は炎上し、ラジャー・イー、バーホナル他3人が殺害された。犯行は、反体制武装組織である、ムジャヒディン・ハルクによって実行された。 大統領在職期間は16日であった。ありがとうございます。